素晴らしいあなた。私たちはあなたが、これらのスーパーエネルギーを感じていることを知っています。地球連合によると、ほんの数時間前に、強力な宇宙光波が地球の磁場に衝突し、今晩、地球全体のエネルギーレベルが上昇しています。この超光波は、シューマングラフに記録され、40Hz、5次元ガンマレベルを指しています。この高波動の光は銀河のコアから発信され、インテリジェントな情報パケットで構成されています。地球のスターシードたちが、このパワフルな宇宙の光を人体システムに統合するために働いているため、今晩、世界中から中程度から強いアセンション症状の報告が光のリーダーたちに届いています。今日、最も多く報告されている症状は、しつこい偏頭痛です。偏頭痛は、強力な光が地球の大気圏に入り、人体システムの細胞に浸透していることを示す、スターシードにとっての主要なサインです。人体が宇宙船のサージに襲われると、セロトニンレベルが激減します。この現象は、強力な神経ペプチド、特にカルシトニン遺伝子関連ペプチド、カルシトニン遺伝子関連ペプチドの放出を開始します。カルシトニン遺伝子関連ペプチド、レベルの上昇は、偏頭痛のエピソード中に常に観察され、脳の炎症と血管の拡張をもたらします。この強力な光が、最初に体に当たると圧倒されるように感じるかもしれません。しかし、このプロセスは自然なものであり、24時間後に光が細胞に完全に統合されれば、あなたは真新しい存在として生まれ変わります。アセンションの症状がある場合は、穏やかなセルフケアを実践し、ストレスを避け、休息を取るようにしてください。自然エネルギーの食べ物だけを食べること、純粋な水をたくさん飲むこと、神聖なブレスワークをすること、1時間瞑想をすること、できるだけ自然の中にいることも大切です。このパワフルなエネルギーを体を通して大地に流すために、クリスタルをオーリックフィールドの近くに置いておきましょう。素晴らしいあなた。地球では今、超惑星的な DNA のアップグレードが進行中です。大いなる光が、確かにこの世界にやってきて、人類をかつてない速さで目覚めさせようとしています。頑張ってください。そして、あなたが今、経験しているかもしれないアセンション症状を教えてください。ゴッドスピード、マイケルとプリアディアンの皆さん。